Fingers on the trash. This is a finger down. 動画ご視聴していただきありがとうございます。ということでえ今日の動画はですね、えー、かなり音がねピコ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 鳴ってる結構音多めな曲であの全力でね革靴で踊るというなんか自分の中で縛りプレイというかすごい難易度の自分にとっては結構難易度高いことを、えー、やってみました、うん、あの衣装とかでね結構革靴を履きたい時とかが結構あるというか自分こうて着るのが好きなんであのやっぱ革靴の方が普段履きとして でも映えるしその普段着の状態でこう動画を撮りたいってなった時にやっぱり革靴で踊る練習しておこうと思ってあの、まあ、今日はねちょっとそういうコンセプトで動画を撮ってみましたで上がね結構ダボダボな洋服着てるんで本当は足元の動きをこうできるだけ見せて、うん、っていうところをすごい意識したので あの結構ねあのしかも石畳であのなかなかで革靴なんでねであの僕のスタイルだとあのこういうふうに足ついたりするんでソールじゃないあの普通にね革の部分を地面にガーってこすっちゃったりとかするんでほんとねもうすぐダメ靴をダメにしちゃうんですよねでも革靴なんてもう一番やっちゃダメじゃないですかそういうの。だから あの同じ、ね、靴を、ね、あの2足、えー、1足購入して1足いただいてっていう感じで頂い,いたものに関してはもう大切に本当になんかどっか出かけるためだけに履いてもう1個はもう履き潰すためにもう外でガンガン踊るために、ね、あの履く靴みたいな感じで使い分けておりますであの僕がね普段履いてる顔靴がですねあのこれシノビスっていうこのセンタージップのか、ね、すごい履きやすいんですよもうシャーって開けてそのまま足スッと入れてこれシュッと締めるだけなんで。 紐を、ね、結ぶ手間とかもないし何て言うんだろう,こう踊ったりとかできるようにあの設計されているあの靴なのであの非常にあの歩きやすいというか何、うん、て言うんだろうなスニーカーよりは正直踊りやすくはないですやっぱり、うん、スニだって、ね、運動するために設計された靴ですからねあ,あっちね、うん、これはもう最強に歩きやすい革靴って感じですあの僕結構お散歩好きなんですけど 朝10分15分お散歩するってなった時に結構あの何も考えずにこれを履いていってで普通に10分15分何、まあ、な,なら往復で45分とかなんかこう歩いちゃっても別になんか僕今まで革靴履く機会ってあの、まあ、卒業式とか、えー、なんだろう冠婚葬祭とかでそのユニクロでねその場しのぎでとりあえず革靴買って。 あの歩いたりするんでね本当な何て言うんだろうなそんなにこうバタバタ歩かずに基本座ってたりとかするような場面でもうわ革靴履いたわ感が足に残るんですけどこれに関してはもう買った初日から歩きやすいと思ってであ,のある程度履いてくると革が少し伸びるので少しきつめのサイズを購入してで、まあ、1週間ぐらいこう慣らしてくるともうマジであの歩くっていうことに関してはスニーカーと変わらないです。 でこれが何でスニーカーよりも踊りやすいとまでは言えないかっていうと僕のダンスのスタイルって足をこうつくんですよでさすがに足をこうつくようにはこのスニーカー設計されてないのでそこはねやっぱりあのなんだろうス,スニーカーバンズとかの方が楽なんですよねそうこの革靴はねさすがにはこうはつかないあのこ,こうこう蹴るようでねできてるので。 あそここはもううししょうがないいですこれはベスト尽くしていると、うん、ただあのちょっとね難点がありまして2万円ぐらいするんですよねそうだから僕お友達の結婚式行,き行くあの踊れるみたいな衣装にできる普段履きにしたいみたいなので自腹で最初これ買ったんですよそう2万円以上したんでこれをねなんか外でガリガリにこすって踊るっていう気は 最初起きなかった、うん、であのご厚意でですね忍びさんのご厚意であのなんだっけポップアップポップアップそのなんか僕これが履いてそのお店の前で踊ってみたいなっていうのに参加させていただいた時にあのご厚意でね一足送っていただいたのでもう僕は今この送っていただいたものは本当にただもう歩くためだけの、うん、お出かけを絶対踊んないこれでは、うん、っていう靴。 とえ全く同じ靴なんだけどもう外でもガリガリに履き潰しても大丈夫とだからあのちょっとねそのままお出かけとか行ったりするとこの人めっちゃ革靴擦れてねみたいなちょっと恥ずかしくはなっちゃうんですけどあの、まあ、撮影してすぐ帰るだけだったらまあいいかなみたいな感じで今履き分けておりますはい何かねあの靴のなん,かなんだろうパーツパーツに関してすごい詳しい知識を持ってるわけではないので 本当にあのお散歩するときに別にこれを履いていくことに何の抵抗もないというかなんならいちいち紐をこうやって結ばなきゃいけないスニーカーの方が家出るのを置くみたいなレベルでこれはね履きやすいということしかちょっと伝えられないんですけれども最近その革靴が似合うような洋服を着たいなと思ってでそのそういう洋服を着た状態で踊りたいなみたいな思ったときにあのすごくねぴったりな踊れる革靴見つけたのであの、まあ、ご紹介という感じですね。しのびしさんですはい ちょっと高いです、はい、これはもういただいてるんですけどね忖度なく言いますあの外とかで、えー、ガリッてやったりとか足滑らしたりとかしてこうすぐにこうガリッてこう傷というか跡がついちゃうっていうね履き潰しアイテムとしては消耗品としてはやっぱり2万円は高いかなと思うのでまあなんだろうな <laughs> 普段巻き足して買うのがいいと思う これで言うとねちょっと元も子もないんですけどお金持ちの方はこれを2足買って履ききす用と普段履き用で分ければいいのかなと思うでも本当にあの革靴をファッションとして履きたいんだけれども長時間歩きたいしなんならなんかちょっとこうちょっとこうインスタ用にがっつり踊るとかじゃなくてとかあとアニメーションやってる人とか。 なんかあの足を俺みたいにガリ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 すらないノなル系のダンスとかで革靴履きたいなっていう人うんそれだなもうそういう人にはねこれはね非常におすすめします2万円出す価値はあると思うそれぐらいあの踊,りやす踊りやすいうん歩きやすいうんですはいただ僕が使うにはちょっとあまりにもあの2万円という金額はねちょっと僕の中で消耗品としてカウントするにはちょっとしんどいなという感じでございます はい、ということで、えー今日は、今日はちょっとなんかあの皆さんのお役立ち情報になったかちょっとわかんないんですけれども、あの大,学生まあ、大学生きついかな、2万円。まあ、あの何かしらナンバーで革靴で踊りたい衣装でね、革靴履きますってなった時に、できるだけ高いパフォーマンスを出したい人は、はい、2万円投資する価値あると思います。シノビスさんです。はい、ロゴ、えーと、こんな感じで、シノビスさんです、はいあの。リンクとか 貼らないんで自分で調べてください <laughs> アフィリエイトリンクとかないんでね僕ねはいということで、えー、動画ここでおしまいにしたいと思います5月のワークショップの日程このようになっております14日と28日それぞれ渋谷でねあのワークショップありますのでぜひ一緒に踊りたい方、ね、来ていただけると嬉しいですインスタグラムのフォローねよろしくお願いしますでそこから DM でレッスン参加したいですと、えー、送っていただければあの詳細にね返信させていただきますのでぜひフォローの方でよろしくお願いします はい。ということで、最後まで動画をご視聴していただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。